はい、こんにちは、もんけんです。今日はですね、先日相談を受けました内容っていうものをね、みんなでシェアしていければなと思いますんで、作成しています。これからね、相談の内容をね、見ていこうかなと思います。前ね、フレンドさんに質問されたのが、すごいね、結構、まあ、深刻っていうかね、結構、どうしたらいいですかね、みたいな相談があってですね、その一つが、まあ、協調性っていうね、話題が出ました。で、チーム内のね、相談なんですけど、ある A さんっていう方がいらっしゃってね、A さんは、結構ね、強ボスとかね、全部毎日倒したいぐらいのね、バトル派なんですけど、やっぱりね、チームに、まず、チームを開始すると、チームクエをね、チェックするとみんな。で、まあ、みんなそれはね、いいと思うんですけど、チームクエをね、チェックした後に、まあ、チームクエ行かないとなんか後ろめたい感じがするというふうにね、おっしゃってました。で、ね、協調性がないような行動をしちゃうと、やっぱ良くないってことで気にされてたみたいで、会社員、の時にね、以前、君協調性ないよねって言われたことがあったみたいで、それがね、やっぱり気になってるみたいで、まあ、過去っちゃ過去なんですけど、そういったね、相談がありました。で、協調性ないよねって思われるのがすごい嫌みたいで、まあ、でも、自分のやりたいことがあると。で、どうしたらいいでしょうっていう、こう普通にね、ドラクエの、まあ、チームとの絡み、とかね、その、あと組織としてやっぱりやってる部分っていうのが、チームの場合ありますんで、そこの折り合いをつけるのはね、どうしたらいいかみたいな質問だったんですけど、でね、いろんなね、パターンがあると思うんですよ、解決策。こういう方でね、まあ自分の好きにやればいいじゃん、ゲームだしっていう人もいれば、まあフレンドさんとね、チームじゃなくてフレンドさんをもっと充実させて、まあ、その方々と行くと。っていうのもあるし、あ、バナナトラップじゃない。でね、3つ目がね、やっぱリーダーの気持ちを組んで、まあリーダーに合わすという風にね、するのも一つの手だと思います。で、いろんな選択肢があって、人生ってやっぱ選択の連続なんでね、あなたが選ぶ選択っていうのがベストだとは思うんですけど、まあ私に助言っていうかね、なんかいい参考例はないみたいなことを聞いてきたんで、もしよかったらね、自分がやってる方法を参考にしてください。私はね、こう、葛藤っていうのはね、別にあっていいっていうか、人生はね、葛藤の連続なんですよね。で、面白いのがね、ドラクエの中のストーリーを考えていただければ、葛藤があればあるほど結構ストーリーって盛り上がるんですよ。それと一緒で、人生に葛藤があるとね、面白いストーリーになるんですよね。だからあなたが描く、こう、葛藤のストーリーっていうのは悪くはないっていう前提で聞いてほしいんですけど、協調性、あ、やべえ、これ。あ、これやばいな。あ、これ一人で行っちゃったかも。完全にアウトだ。じゃあちょっと、これで、ね、ちょっと話しながら行きますね。協調性を高めるっていうのはね、多分目的としては、周りが、君協調性あるよねっていう評価を結局受ければいいんですよ。会社でも、まあ、チームクエというか、ドラクエのチームでもね。で、協調性があるっていうふうに言われたい。人はね、手っ取り早い方法は、一番、まあ、手っ取り早い方法は、ゴールを共有するっていうのがすごい、まあ、会社でも、まあね、パンドラボックスにやられながら喋るのもあれですけど、まあ、ゴールを共有する。で、ゴールを共有すると、すごいパワーを発揮します。で、これはね、会社人としてもそうですし、先ほどのね、会社人でもそうですし、チームでも同じなんですよ。なので、ゴールが1個共有されてれば、うちのチームは、こういうことをしたいと、もう明言するようなレベルですか。そういう風に決まっていればね、もうなんか、あいつ分かってねえなっていう風には言われないんですよ。これ、まあ、会社でも一緒なんですけど、なんか、やっぱりまあそういうので経営理念みたいなのがあって、ちっちゃいとかね、経営理念が浸透しやすいんですけど、大きいとこだとね、そういうのがね、苦手になるんですけど、まあそれを置いといてね、手っ取り早い方法を取りたければ、もし、なんか言われたくない人とお話をしてゴールを共有する。まあね、この共有っていうのがあれば協調性がねえなってことは言われなく、自然とね言われなくなる行動をこちらもしますし、あっちもねそれを理解してくれてると思ってるんで冷たくはしませんので、コミュニケーションっていうのは幅広い言葉なんで、この場合、チーム経営でうまくやるかどうかっていうのはゴールの共有になりますね。その全員、組織してるチーム一人一人にまあ、言えることなんですけど、この組織って何なのっていうので、ゴールの共有ができてるとそのまとまるのかなと思いますね。で A さんにね、そういうふうに、お話ししたところ、早速ねすごい共感、していただいたみたいで、早速チームで実践してみますということでね、そのまあリーダーであったりね、協調性というか同じ目的を共有するっていうことに対して行動をね、してみたみたいで、すごい効果というかね、まだ走り出したばっかみたいなんですけど、いい方向に進みそうだっていうふうにね、言われました。ですごく私としてもね嬉しい限りで、まあ、やっぱりそうなんですよね。何人か集まるゲームっていうのはコンピューターを相手にするんじゃなくて、そこに関してはねそこに関してだけはね人を結局パソコンの前に座ってキーボードを持ったり、こうやってゲームパッドをね、持ってる人が相手になってるんで、そこに関してだけはねこうやってモンスターとバトルはあんまりね苦労しなくてもそこだけはそうなってるんですよね。なのでもし、そこを気にするのであれば同じゴールを共有するというふうにしてみてください。いかがだったでしょうか。よかったらね、自分のチームで、採用してみたり、あとはチームのリーダーであればね、もしチームの文言、設定からいけると思うんで、そこをね、ちょっといじるためのね、お話し合いをみんなで持つとか、ゴールの共有っていうのを一個覚えといていただければと思います。皆さんのね、チームクエが円滑にね、進めるように、応援したいと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。